何やってたんだですね、何やってたのって、何考えたの、自分勝手に、人が悪いんだ、私が正しいんだ、なんで言ってることがあなたわからないんだっていう、ずっとそうでしたね。でもやっぱりその2014年の事故に怪我をして、で時間が止まって、だんだん気づき始めてまして、そんなところでエネルギー使って喉まで枯れて、家族に嫌な思いさせて、何やってたんだろうなって今すごい思いますね。今気がついたこと、変わってってる自分に受け入れて、もっともっと最適な自分になっていけばいいんだってことを、すごく改めて、間違ってないということを気がつきましたね。この感覚をもっともっとこういつも感じたい、もっともっと強く感じたい、すごい思ってますね。それを考えるとワクワクですね。自然で、そして自由で、そしてもしかしたら、もしかしたらどこかもう無作法になっているかもしれないし、それが本当の自分だったのかもしれないし、それでいい、OK みたいな、自分の好きなことだけに焦点を当てて、自分を認めて、そして自分がこの地球上で、もしくは宇宙で、私は一人、私は一番よっていいですか、そんな風に本当に思ってみようっていう風に、私はそんな言葉をいただいたんじゃないかなって、私が大好きに思っていた、お会いしたことがないこの遠野の家の先祖様たちのことを改めて感謝です。もう改めて感謝で、改めてなんか、もう改めて。